あと今日資料印刷したものスライドもあるんですけれども、ところどころで種明かしを先にしてしまうのもあれなので後でお配りします。なので画面に出てないことを口走った時だけメモしてください。その他のことは全く同じものを印刷したものにしてますので、で何をしている人かという、今の人がどんな人かというのを多分知ってもらった方がいいと思うので、私自身やっていることというのは、固粒子原子核物理という分野の実験でやってます。で、物理の分野というのは、いろんな分野があるんですけれども結構細分化されてまして、小さな世界どうなっているのかという探っているところが固粒子原子核という物理で、さらにこれも実験と理論と分かれます。理論の人はこの世の中がどうなっているのかというのを数式を使ってモデルを使って、考えています。で、実験する方は世の中がどうなっているかというのを実験しながら確かめていく、その両方が原因の輪となって、進んでいく、そういうことをやっています。で、経歴ですけど広島出身で、ずっと、この広島県の真ん中の、世羅郡というところで、年配の方、最近復活しましたが、世羅高校というのに行く駅伝で昔は強かったと言ってたら、最近やっと戻ってきたので母校と言えるようになりましたが、小中学地元の公立に来ました。で、その後、広島大学の教育学部で高校の先生になろうと思ってましたので、ちょっと長い時は教科教育学院科教育学研修科学というところで、10年間、教育学の勉強をしてましたが、専門のことも当然やらなきゃいけないので、その間にやってるうちに専門の方法を極めたくなって、大学院は理学研究科というところに来ました。で、博士号を取った後に、最近はいきなりその助手とか助教とかに職につけなくて、大体人気付きの職につくことがあるんですが、でそこで、日本では私の場合アメリカで2回、2カ所の研究所で、博士研究というのをやってます。で、学生時代は、3年前ぐらいに新聞の一面にもなったセブンという、ヒッグス粒子が見つかったというのでこの研究所で、そのフィックスとは関係なくて、別の加速器を使った国際共同実験、宇宙初期の状態がどうなっているかというようなことを、実験的に調べるというようになってまして、これ国際的にやる実験で、参加してたのはアメリカ、スウェーデン、デンマーク、フランス、日本から、参加して、日本だけは広島大学で、どんな感じでやってたかというと、髪も黒々として細かったりしますが、研究したり近くの、週末もらったり、いろいろ生活もしたりしてました。で、アメリカの方は、西海岸と東海岸にある、国立研究所、ロレス・バークレーラボというのは、カリフォルニアのサンフランシスコの対岸にある、非常に、かかる山の斜面になってきれいなところで、この斜面からいつも向こう側にゴールデンゲートブリッジやサンフランシスコが見える、そういうところでした。で、東海岸で、ゴールデンゲートというところで、そこでもやっぱり大きな加速器を使って、国際共同実験していました。で、日本に戻ってきてからは、東北大学の、原子核物理研究室という実験なんですけれども、助教ということで、研究と協力を中止しています。例えば、事前にメールでいただいたんですけど、資料の方が教授になっているらしいですが、そんなに偉くありません。今、大学の方が上から教授、准教授、講師、助教、助手と分かれてまして、その助教です。で、こんな格好をしてますが、ちょっと前にあったガリレオという福山雅治の湯川先生、あの人は白衣着てますが、そんな人いません。化学、科学の人は着てますが、ウテは着ないし、あと普段スーツも着てません。こんな大学生みたいな格好を、してます。で、ソリューシー原子核物理、なんでこれが放射線の話になるでしょうというのはだんだんつながっていくんですが、これ、どういうものかというと、最初よく聞かれるのは、役に立つんですかというふうに聞かれます。で、これ答え実は2つありまして、それは立ちませんっていう答え。で、それは、世の中の直接で何か役に立とうとして研究してないというのが一つです。で、ただし別の言い方があって、後から何か応用につながることが見つかるんです。で、結果的には役に立っている。で、応用の例というのはいろいろありまして、古くは、病気を発見する X 線写真、レントゲン写真。で、レントゲンは別にこの病気を発見する写真を作ろうとしてやったわけではなく、よくなんかよくわかんないものがあるから調べてみたら、なんか透過して後ろのものが、通過したものが見える、影が見える。で、それが実は骨だったとかいうのがあります。で、そういうものが病気の発見、治療を手助け。で、20世紀の初めの発展した量子力学とか、アインシュタインのような特殊一般
相対性理論というのがありますが、この2つは今、世の中で量子力というのはすごく小さな世界、それを資源したことはいかないんですけど、小さな世界を扱ってまして、そういうところというのは今エレクトロニクスの世界で、この量子力という知識がない と、ものが作れません。で、一般相対論で、普段意識しないんですが、こういう携帯電話、スマートフォンだと地図があって GPS が入ってます。で、カーナビとかも入ってます。で、この GPS は実は、人工衛星が、地球上何個かちょっと忘れましたが、常に3つか4つ見える状態で、飛んでる。で、そことの電波の、やり取りをして時間差を測って、場所を出すんですね。三角測量をして、で、その時間を出すときに、それ電波って光の速さで飛んでますので、そうすると相対性理論、一般相対性理論の計算でちゃんとやらないと、正しく計算できませんというご利益で、我々がちゃんとこういう GPS でどこに分かるのは、そういう、まあ、アインシュタインはそんなことしようと思って発明というか、考えたわけじゃなくて、自然界どうなってるんだろうと考えます。で、私のやってる分野の素粒子原子核推移の実験につながるところでは、加速器というものを用いて粒子を、光の速さの、99.3% のすごい速さまで加速してぶつけて壊して、中から出てくるものを見ることによってどうなっているかを見ますが、そういう加速器で、そういう、あとは出てきた粒子を測る検出器、こういう技術というのは、同様として、ものの、構造がどうなっているか、あとは医療目的で、よく使われている、PET と呼ばれる陽電子放出断層写真とか MRI などの画像はこういう技術が元になっています。で、あと、がん治療もこの加速器は使われてまして、電子線、陽線、重粒子線という呼ばれるものを、がんの組織のところにだけに上手に、止まるようにエネルギーを調整してあげてやると、表面は突き抜けるけどがん細胞のところでうまく止まるということをすると、がん細胞だけを叩いて殺すことができるというようなことができます。で、そういう加速器を作る技術で、そういう物質 と、この電線、陽線、重粒子線もこれも実は放射線の一種なんですが、そういうものが、ものとどういう反応するか、で、こういう基礎的なところというのはやっぱ素粒子原子核推移の知識から来ています。で、ということで、本題の、放射線、放射性物質というのが、概要です、まあ、それはどういうものか、あと、震災直後では、新聞、マスコミも分かってないと思うかですが、いろいろ単位混乱していると思いますが、まあ、一応まとめて、ベクレルとかシーベルトとか聞くことがあると思いますが、そういう単位は一体どういうものか、で、生態への影響、リスクの考え方、この2つは、私自身の素粒子原子核推移の、範疇ではありませんが、分かっている範囲で、お話しします。で、最後に、でこれは専門というよりも自然科学に、関わるものとして、科学的とは一体どういうことかということをちょっとお話ししたいと思います。で、まず、似たような名前がたくさんある放射線、放射性物質と放射能とは一体何でしょうか。で、やっぱりよくわからないものっていうのはなんとなく怖いというのが、あると思うんですが、私には別に、そういう感じを持つこともあります。ただ放射線とかはよく知っているのでそのことはありませんが、ただ、呪いや汚れのようにわけがわからず怖いものではなくて、正体はわかっているので、放射線が生じる反応、ものと物質と反応するとかありますが、それは人間の生活スケールと比べると非常に小さな世界ということは、我々の常識感覚が通じないんですね。で、そこがちょっと違うところです。で、小さな世界、これ、昔から、人類の疑問の一つで、ものをどんどん小さくしていくとどうなるんでしょうか。で、昔はこれは自然科学ではなく、まあ、哲学でした。で、ギリシャ哲学の時代、レウキッコスとかデモクリトスという人は、これ以上分解できないものがあると、考えています。で、これ古代ギリシャ語で、できないという否定の言葉がアで、トモスというのが分解だそうです。で、このアトモス、分解できないものというのが語源となってアトム、原子がの命名がされているそうです。で、一方近代哲学デカルトになると、どんなに細かくしてもさらに分割できると考えたそうです。で、答えはどうなっているかというと、実は分かりません。ただ今のところ、いろんな実験を繰り返したり、いろんなとか考えて、いろんな整合性を考えて、今のところ最小単位だと思っているものを素粒子と、呼んでます。で、大きさのスケールどれぐらい小さいか、人の身長は 1.5 から2メートルぐらいだと思います。で、原子というのは、我々この
10×10 のマイナス10乗というような書き方をするんですが、これは、1乗、2乗、3乗というと、10倍、1の1回かける、2乗だと2回かける。で、マイナスだとこれ分数なんですね。ということはこれ 0.000001 と0が10個になるという小さな世界です。それぐらい小さくいくと、やっと原子の、で、よく周りに電子が回っているというイメージでありますが、その中心部分に原子核があります。で、原子核というのはさらにこれから4桁から5桁落ちです。非常に小さいんですね。よく漫画でなんか原子核があって周りに電子が回っているような絵がありますが、実際本当のリアルのスケールで見るとこれ見えません。4桁、5桁違います。で、さらに原子核の中は、陽子と中性子というものから、なっていて、陽子の方はプラスの電気を持っていて、中性子を持っていない。で、その陽子や中性子を構成するものとして、素粒子だと考えられているものが不合です。で、原子の周りを回っている電子で、この電子も素粒子の一種で、その電子の仲間が他にミューオン、アウ、粒子というようなものがあります。で、それと、ニュートリノと呼ばれるものがあります。そいつらが、今我々が素粒子だと思っているものなんですが、このスケール、分かりづらいので、同じぐらいというのも書いてみます。例えば陽子や中性子というのがボールペンのボール、1ミリだとしましょう。で、そうするとその10倍ぐらいの、同じ大きさから10倍ぐらいの原子核というのはビー玉ぐらい。で、そうするとこのビー玉は電子が回っている場所っていうのは100メートル。ビー玉、1センチすると薬品の台までが大体100メートルになるんですね。で、人間、これから人間のスケールすると大体太陽から土星までの距離よりちょっと上ぐらいに相当します。非常に、原子とかその原子、特に原子核陽子という性、原子核やその中のものっていうのを我々が目で見えるサイズにしようとすると、人間のサイズはこの太陽系の宇宙規模だという非常に桁の違う世界の話をしています。で、原子の種類というのは周期表という、中学校の理科ぐらいから出てきますが、物理的、化学的に似た元素をこの縦の列に並べたものですね。メデレフが、そういうものがあるんだなって、あと抜けてるところが、何かあるんじゃないかと予言したら実際そこに見つかったというので人が断然知っていて、普段ここの部分というのはよく外してありますが、多分ページの都合上実際周期表 のルールに従って並べるとこんな風に平均乱表になると思います。で、こういう元素の性質というのは、原子中の周りにある電子のがどういう風にいるか、どこにいるか、どういう何個いるか、これが全部決めてます。原子核中身自身が、直接関係じゃなくて周りの電子かものを決めて、で、電子の個数というのはこれマイナスを持ってますので、原子核中の陽子の個数プラスとプラスとマイナスが取り合わないとバランスが悪いですから、その陽子の個数と電子の個数は同じになる。で、そうすると相方の中性子というのは、別に他にいろんな組み合わせがあっても実は構わないので、で、あとこの周期表の話で一つ、話題を挙げますと、この辺なんか、記号がついてなんとなく名前がついてますが、この辺に UUT とか UUP とか UUS とか UUO とかのこれなんかギリシャ語の表記で、113とかのウンウントリウムというそうです。で、そういう113番元素というものとか115、117、118というのは、まだ見つかってないとか作られてなかったんですが、113番元素というのは日本で、最初に、理化学研究所で合成されました。で、それ最初2004年だって、それで1個だけ、証拠が出てきた。で、その後ずっと実験やってたんですが、なかなか出てこなくて、2012年、震災の後ですね、その残りあと2つ目、3つ目が見つかりました。で、こういう元素の発見というか構成については、3つ以上見つかると命名権がもらえるそうです。で、それは国際的な、化学の、委員会が、どこが正しく最初に発見したかを評価して、その結果として命名権、あなたにあげますよというのを、そうですが、これまだ、認められていませんが、元素というのは基本的にみんなヨーロッパとかアメリカで発見されていて、日本を含むアジアでは発見されたとか命名権もらったことがないんです。残念ながら。で、幻の、元素、ちょっと名前忘れましたが、東北大学の化学の先生が、一回見つけたと言って認められてたことがあるんですが、実はそれは 別の元素。で、本当に新しいものを発見してたんですけど、この表の場所が違ってたおかげで、認められなかったという経緯があります。で、それはともかくとして、こういう元素いろいろありますが、さっきのこの表をこの周期表をこれ全部一直線に
陽子の数で並べます。水素から重たい方向に向かって、でこれでいろんな中性子の組み合わせがあると言いましたが、その組み合わせで見つかっているものをやるとこんなにたくさんあります。3000個ぐらい、理論的にはなんかもっとたくさんあるらしいんですが、でこういう原子核というのは、陽子とか中性子の組み合わせでできています。でこれ陽子というのはプラスの電気を持っていて、中性子はゼロで持っています。でプラスとゼロだから、プラスそういうものを1箇所に集めようとするとプラスが特に反発してしまう電気の力で、それらを閉じ込めておく強い力が働いていて原子核が発見。でこのなんでそんなものがあるか、どうなっているかという、予言をしたのが、正しい方の湯川先生で、湯川秀樹先生の方で、日本で最初にノーベル物学賞を、受賞していますが、その元となった、原子核の中の閉じ込め その核力がどうなっているかというのがあります。でそれは、結局は陽子と中性子の組み合わせのバランスで決まっています。なのであまりにも陽子が多くても、あまりにも中性子が多くても、安定しないので、ほどほどの組み合わせのところだけが、この真ん中辺になると。で、原子核、これ陽子と中性子からなってまとめて、核子と呼んでますが、元素の種類を決めているのは最初にこの言ったように電子の数です。でその元素は同じなんだけど、中性子の数が異なるものを同位体と言います。でその中で安定なものと不安定なもの、でこの不安定なもの、まあ、なんかこういうイメージで、まあ、例えば、陽子と中性子があって、なんかウニャウニャとなんかいろいろなイメージが横手で書いてありますが、こういう陽子と中性子を合わせた数を、質量数と呼んでいます。でこの数が例えばよくセシウム134とか137、でセシウムというのはこれは、元素の性質、元素の名前ですね。これ陽子の数がで、ここの部分が、陽子と中性子の組み合わせのトータルの数で、このいろんなものがあります。例えばセシウムでもここに挙げている133から、まあ書いてないんですけど、前の131とか132とか間の135、6とかもありますが、すごくそれすら、自分が見るからあっという間に壊れて他のものに変わります。で壊れるってどういうことかというと、結局そのバランスがいい と、まあ、中性子と陽子のバランスが良い場合だと、まあ、なんとなくそのままこの状態いるんだけど、多かったりするどちらかが多かったりするんですけど、別の元素にあるいは別の原子、同じ種類でも中の違うものに変わろうとしてきます。その方が、より安定なのかなというのがあるんですが、そのいらない安定化するときにいらないものを出していく、でそれが実は放射線なんです。で、こういういろんなものがあるんですね。で、ここの名前で呼んでいるとき、こちらは元素の性質。元素の性質のこれは化学的な性質です。いわゆる化学反応で、物事が進む。で一方、この数という、放射線にかかるこの数というのは、そのどういう放射線を出すか、どういうぐらいの油分を持っているかに関わってきます。で、用語の説明に入っていきますが、放射線と放射能、あるいは放射性物質でありますが、放射性物質というのは何かというと、放射線を出す能力を持った物質のことです。で、この放射線を出す能力のことが放射能というのです。で、放射能と、まあ、最近はさすがにないんですが、放射能と放射線がもうごちゃごちゃに知識になってました。特にマスコミの人たちとか、まあ、あるいはそういう震災前はそれほど、身近ではなかったこともあると思うので、用語がごちゃごちゃでしたけれども、放射線というのは出てくる。線というのはなんか束になって飛んでくるようなものです。で放射線というのは放射性物質から出てくるんです。これ英語の訳なんですね。放射線というのは、ラディエーションって呼んでます。ラジオの同じ電波と同じような出てくるものが放射線です。でその能力の方はレディオアクティビティと呼ばれて、放射線を出すアクティブなんか活動的な能力を持ったものというので放射能と呼ばれて、で例えると、その放射性物質というのは光光線を出す能力を持ったもので、その出てくる光というのが、懐中電灯から放射される放射線に対応します。で、このアナロギーで言いますと、放射線、大量に浴びるとその放射性物質になるのではないかというと恐れるとかというのがあって、震災の直後、その避難してきた子どもたちが避難した先でいじめられるとかいう話があります。つい最近も先週か先々週だったのカップ新報にもそういう記事載ってて、非常に、残念なんですが、仙台で、福島から
避難した子どもがいるかどうか揺れられたし、でそういうのもありますが、放射線を浴びても、物が放射性物質に変わることはほとんどありません。それはもうすごい大量に浴びない限りありません。例えば懐中電灯で光を当てたところで光出すようになりません。光の場合光出すとか燃えるとか熱を出すとかですが、そういう非常になるのはすごく強いもの、当てないといけない。これは量の肩の問題があるんですが、そういう、量のことも考えないとこういう議論をするときには、うまくいかない。で、原子核が壊れるという崩壊という定義がつくんですが、崩壊ってなんかバラバラになるというイメージがあるので、別のものに変わるので、ね、改変という言葉を使えることもあるんですが、ベータ崩壊と呼ばれるものがあります。でこれは先ほど言った陽子や中性子が、どっちかが多いと、それ別のものに変わると言いました。でまず陽子が多い場合を考えます。で陽子が多い場合は、不安定なので、これをもう一個の相方の中性子に変えてあげると安定になる。ということで、陽子が中性子に変わります。で、これ、プラスが0に変わるので、プラスが余分です。で、そのプラスの余分のものは外に出してあげなきゃいけない。で、その時出てくるものが、ベータプラスです。で、それと一緒に、ニュートリノも、出てくるんですが、これはほとんど人間とか物とは反応しないとあまり気にしません。で、このベータプラス、で、これがいわゆるベータ線と呼ばれるもので、正体はこれ、電子の反粒子の陽電子と呼ばれる。一方、中性子が、陽子に変わる場合は0がプラスに変わるのでマイナスを出してあげないとつじつまがないのでマイナスが出てくる。でこれベータマイナスと呼ばれていて、これは安定子です。でさらにこの変わった後に内部にもうちょっと余分なエネルギーを持っているとそいつらが落ち着こうとして、エネルギーを外に出してあげなきゃいけない。でその時出てくるものが、ガンマ線で、これは実は光の一種なんですね。普通のこの目で見えるような光とは違ってもっとエネルギーの高い光なんです。そういうものが、ガンマ線として、出てきます。で特徴としてはこの壊れるどういう、原子核がどれぐらいの、割合で壊れるかというのは分かるんですが、いつ1個だけじっと眺めててこの人がいつ壊れるかというのは誰にも分かりません。これたくさん集めると平均的に、どれぐらい時間だったら壊れるかというのは分かれるんですが、1個だけ眺めてても分からない。でこういうのは確率的なサイコロ振るような現象なんですね。この小さな世界の、特徴というのはその確率的に物が起きる。で、あともう一つ、この出てくるベータ線というのはこれ一つものが3つになるので、いろんなエネルギーを持って出てくるんですが、ここの状態になったときからガンマ線を出して落ち着くときのこのガンマ線のエネルギーというのはそのこの人が何だって次が何になったというのがあると、どういう次ガンマ線出すかというのは、いろいろ調べられて分かっています。でなおかついつも決まったエネルギーが出てきます。何種類出てきますか、1500ある決まったところにポンポンポンと出てくる。でそうするとそのガンマ線のエネルギーを測ってあげると、今1個ガンマ線がある決まったエネルギーが出ます。そうするとそこにどういう放射性物質の原子核があったかっていうのが分かります。1個1個、この場合は分かって今ガンマ線が出てくるので捕まえてあげる。でさらにエネルギーをちゃんと測ってあげるとそこにどういうものがいたかまで分かってしまう。で、どういう放射性物質がありますかというのを調べるときは基本的にはこのガンマ線を調べて正確にエネルギーを調べてあげることによって今どれぐらいそこにものがあるかということを、調べます。でこれは割 と、軽い方から真ん中ぐらいですが非常に重たいもの、ウランとかプルトニウムとかになります と、自分自身がその不安定なのでたまに2つか3つに分かれることがあります。でそれは自然に起きる場合もあれば、外から何かやってきてその中性子、陽性子、陽子、ガンマ線、ベータ線とかいろんなものがあって周りがちょっと障壁があるとパカッと割れてしまう。で、例えば原子炉の中にあるウラン燃料というのは、その分裂するのはウランに135と呼ばれるものですがその他は、核分裂基本的にはそのままではしません。で、このウランの場合で、例えば言いますと外からなんかどこからかひろひろと中性子がやってきたんです。で原子核の中に吸われて、より不安定になって2つに分かれる。で分かれる時のものっていうのはいつも決まったように半分に分かれるわけではなくて、不思議なことに、こちらの図であるのは横軸がその分かれた後の質量数と呼ばれているもの、さっき言った陽子と中性子の足し合わせた数です。
でこちらが割合なんですが、ウランとプルトリウムの線がありますが、まあ、大体この80から110ぐらいと120から155ぐらい、まあ、160ぐらいのビットがありますが、2山あります。なんか90ぐらい平均と140ぐらい平均のところになんか不安定に分かれるんですね。面白いところで、これもいろんな組み合わせがあって、こんな分布をしてますが、これトータルでどういう割合かが分かるので、一個一個がどうなのかは誰も言うわけです。で、こういうものとして出てくるので、先ほど言ったセシウム137とか134というのもこの辺りにいるものですね。で、あと、震災の、あと、まあ、原発の事故などによく注意しなきゃいけないというもので、ヨウ素131とか、ヨウ素の種類の放射線がありますが、それはこの辺です。131とかものがあって、あともう一つ、ストロンチウム90というのを聞くことがあるかと思います。それはこの辺にいます。でその他に実はいろんなものができます。で、中にはその壊れるまでの寿命が長いのもありますが、すごく短いのもありまして、できた鉢からどん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 別のアンテナモノに壊れてアンテナモノになっていって、結局放射線を出さなくて、まあ、人間が見ると安全なものというのがありますが、いろいろものがある中で、後でまあお話ししますが、その寿命 と、人間の体の影響を考えて、その今言ったセシウムストロンチウム90、あとヨウ素というのが、あとはまあキセロンというのがありますが、そういうものを、原発事故の場合、あるいは原爆の、後の残っている残留、放射能と呼ばれたりします。こういうことぶつかるときに気にしなきゃいけないものとして代表的になります。で、放射線の種類というのは、いろいろあります。ざっとまとめてありますが、まず原子の中から出てくるものとして X 線、これ電子の軌道から出るんです。原子核そのままです。原子核から出るものは先ほど言ったベータ線、アルファ線で、その他、ベータ線、ガンマ線、その他アルファ線というのもあります。で、中性で、あと我々気にしていませんが、普段、10センチ四方に1秒間に1個、手のひらぐらいの面積とか1秒間に1個宇宙線が降ってます。で、これミュー粒子と呼ばれるもので、素粒子の電子の仲間です。で、この人は、自然界にあって降ってるから気にしないだけですが、何も悪さをしてないわけじゃなくて、やっぱり放射線を出してきて、これを原因で放射性物質ができて、やっぱりある程度人間の体内になってます。例えばカーボン14、年代測定、ちょっと年代のことは忘れましたが、古いものがどれいつぐらいに作られたかの年代測定するの、まあ、一番よく使えるのは例えば木とかが都合がいいみたいなんですが、それはどういうものかというと、炭素14と普通は考えたら炭素12なんです。で、炭素14だったら別の物質にこの宇宙線が当たると炭素14に変わります。で、炭素なので生命体から見たら別に炭素12も炭素14も炭素としては化学的性質変わりませんので、有機物として体内に取り込まれて二酸化炭素として出てくるというわけで、この宇宙線の量というのは大昔からあまり変わってないみたいなので、そうすると、一定量の炭素14というのが生体の中に必ずある、入って出てくる入って出てくるで一定の状態あります。でところがその生態が、生命が終わると、それ以上炭素14、炭素そのものを、体内に入ることがなくなるので、そのまま炭素14の量が全体の割合で固定されて、その後は、だん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 壊れていって、なくなっていく。でということで、そのもともと生態の中にあった、炭素の中に炭素14がどれぐらいあるかというのを調べることによって、それがどれぐらい昔に、生命として終わったかというのが分かるという応用されています。でまあ、先ほどの医療の方で人工的に作る放射線なんかもあります。で先ほどから壊れる壊れると言ってますが、放射線の、量がどんどん減ってきます。で、まあ、寿命という言葉もあるんですが、半減期という言葉で、特徴付けられてまして、これ元々あった量のものが半分になるための時間が半減期です。でじゃあもっぺん半減に分するとゼロになるかと、そんなことはなくて、常にあるとこからある時間経つと半分半分半分にしかなりません。でそういうカーブで書くとこういう、カーブになってまして、半減期、これいろんな、物質によって放射性物質によって半減期が違います。例えばヨウ素131だと8日ぐらい、セシウム134だと2年ぐらい、137だと30年ぐらい、ストロンチウムも、ストロンチウム90もやっぱ30年ぐらいです、でそれなんですが、その分で足すと半分になる、半分になる。なので、例えばセシウム130は半減期2年ですので、震災の後からまあ今、3年ちょっと、まあ4年経ったと思いますと、半減期の2倍なので、半分の半分。だからその当時の、4分の1程度
にはもう壊れてなくなって、一方137の半減期間30年というのはまだこの、10分の1ぐらいの時間しか経ってませんので、まあ、ほとんど変わってなくて量は変わりない、まあ、ただ137は結構急速に減っている。あとは要請131というのは、8日ですけど、でもあっという間になくなっても全く今ありません。でこういう半減期で、物事が、まあ、寿命が変わって、この寿命といった場合はこの半減期で半分になる時間というのを放射性物質までは考えています。でこれらを止めるためには、まあ、物を置けばいいんですが、それはどういうことかというと、置いたものと放射線が反応して、そこの中で、止まってしまう、あるいは別物に変わってしまうということで、でアルファ線というのはこれ、割とすぐ止まりまして紙1枚で止まります。で空気中だと、まあ、10センチ、まあ、30センチぐらいあればアルファ線止まります。で、これはある意味遮蔽簡単なんですけど、厚めの服を着ていればアルファ線出す放射性物質があっても、外から来るのが止まってしまう。でただし、そういうものを吸ってしまうと体内からに、ついちゃうと体内からアルファ線で出てきませんので、その内部の方で、放射されることになる。一方ベータ線、これマデーシオ電子ですが、これはアルミとか、薄い金属板で止まります。実際にまあ出てくる場合は真空とかではなくて空気があってありますので、人間の場合でもちょっと遠くから、まあ、飛んできたとしても皮膚の表面で、ベータ線は止まります。で一方ガンマ線、X 線、これ X 線写真であるように、透過します。止めるためには、鉛や鉄の厚い、鉛だとまあ10センチぐらい、と言いますが、鉛って非常に密度が高くて水の大体11倍ぐらいです。なので、例えばこの部屋を覆うような、例えば鉛の壁を作ったとすると、それはもうむちゃくちゃな重さになります。ざわっと計算して、水でこの部屋を壁を覆うと多分100トンぐらいで、それの10倍だと1000トンとかむちゃくちゃになります。でそれぐらいすごく必要になります。で中性子というのはこれ電荷を持ってません、電気を帯びてませんので、この人たちは何ですぐ止まるかというと、これ全部電気持ってるんですね。プラスの電気、これマイナスプラスの電気で、ガンマ線、X線はプラスの電気は持ってませんが、その周りにある電子とすぐ反応しますので結局止まります。ところがこれ電気持ってませんので、原子の周りの電子と反応しなくて、原子核と直接反応するしかない。でところが原子核はいろんなものがあります。軽いものから重たいもので、重たいものにあると当たった時っていうのは、要はボールに壁をぶつけた時のようにすぐ跳ね返ってどんどん遠くまで行ってしまいます。跳ね返って。でそれ止めるためにはどうするかというと、ボールを止める一番いいのは、子供が遊ぶボールプールってありますが、ボールがたくさん詰まっているので、あそこにボールをポンと放り投げてすぐ止まってしまう。でそれは同じぐらいの大きさだと、これ中学校の2巻ぐらいでする話だと思うんですが、物を、置いてまして、止まっているものにこう滑車、まあ、台車でもいいです。同じ重さのものを持ってくって、ぶつけるとこっちが止まって、こっちが、出てきます。というふうに同じものぐらいの重さ、質量を持ったものをやると、もともとこの人は止まって、こっち側に全部、エネルギーを持って入るようにします。で、1個だとそうですが、これがたくさんあると、それぞれに分散されますので、結局的に広く、勢いがなくなって止まってくれる。で、そういう中性子と、同じ仲間というのは、陽子をたくさん集めればいいんですが、陽子だけの元素というのはこれ水素です。で一方、水素というのは、まあ、水素ガス、可燃性で危険ですので、一番点で簡単にあってすぐ手に入るものはこれ水なんですね。なので水をたくさん貯めて、中性子を、まあ、例えば原子炉の中に水があるのは、まあ、それも理由だったりするんですが、その他に、ただ水自身だ と,、この容器が壊れると水臭になって困るので、まあ、普通はコンクリートにします。でコンクリートは、まあ、作り方にもよりますが、半分ぐらい実は水なんですね。でなおかつ安定して存在しているということで、そういう結局放射線を止める場所っていうのは、その鉄筋や鉛、まあ、多分鉄筋が鉄の方が安いと思うので鉄だと思います。鉄のものが入ったコンクリートブロックをたくさん積み重ねていく。でそれはこういういろんなものを止めるためには、いろいろどういう反応してどういう特徴があるかということを考えて、そういう鉄筋のコンクリートブロックを放射線の遮蔽に使うということがされています。で放射性物質の性質なんですけれども、これ原子核から出てくる。でそこでは、化学反応では原子核というのはこれ不具合に変えれません。で、これもしできてたら、今頃錬金術が成り立ってます。
錬金術の人たちは、まあ、例えば金属から金を作ろうとしたりとか、まあ、あと他のいろんなことも考えてましたが、いろんな化学反応の実験をやって、その結果、原子核を変える元素を変えることができないということに気づきました。で錬金術、アルケミストといいます。で、これ化学ケミストリーで、これ同じなんですね。アルっていうのは漢詩なので、確か、ケミスト、アルケミストのこのケミストリーはもう本当に錬金術師の末裔がこの化学、化学をやってるとで、まあ、ともかくとして化学反応ではその原子核の周りを回ってる電子の状態を変えるものが化学反応なんですが、それによって起きますが、原子核自身は、何も起きません。というわけで、化学反応が起きているというのは、ね、そういう薬品とかの実験ではなくて、生物の中で起きている現象で、これ基本的に化学反応ですね。例えば、生命の中で、細胞の中で、膜の中でちょうどエネルギーを交換すると、まあ、生物の人たちに言いますが、イオン交換というのがありますが、カリウムとナトリウム、まあ、塩の一つがありますが、そういうものがイオンが行き来して、生命の中に、いろいろエネルギーが移動されているのがあるんですが、でそういうところが起きているのはこれイオンという化学反応です。でということで、生物の力でも原子核は変えることはできません。というわけで、震災事故の直後、あった生物の力で放射性物質を別のものに変えると主張する人たちが言いましたが、これはこういう原理原則から考えるとありえないで、でこれを言ってる人たちはまあ分かってないか、もしくは騙そうとしてるか、どっちかです。騙されないように、こういうもので、何かの生物の力で放射性物質を無害にするという人がいたら疑ってください。であるいは悪いことしようではなくて、本当にその善意からやってる人もいますが、キリスト教の言葉だと思いますが、地獄への道は善意で敷き詰められている言葉があるそうです。というわけで、善意ばっかりであるのもやっぱり疑わなきゃいけない、まあ、残念ながらそういうこともありますが、まあ、そういうのもあります。で、生物の力で原子核は変わらないんですが、特定の元素を集める生物というのはやっぱりいます。でというわけで、ひまわりとか菜種で土壌中のセシウムを吸収させて集めようという農水省の実験がありましたが、実際にはそれほどの効果がなかったで、でただ、これはこのひまわりや菜種がその期待したことではないだけで、実際にはなんか特定の原子が本当に濃縮していく生物ってあると、例えば、貝類とかタコとかイカとかはなんか銀というものを集めるらしいですが、銀も放射性物質として多少出ていました。で普通のはすごく薄いんですが、そういうものを集める生物を見てみると、そこだけすごくそういう銀の放射性物質がたくさんあったというようなことはあるそうです。でこういうものを利用して、まあ、例えば、土壌の除染とかできるかもしれません。でただ、自然科学では言えない問題がいくつか、濃縮したものは一体どこに持っていくんでしょうという別の問題が出てきました。でこれはもう、社会的なものとかあとは政治的な話になりますので、科学では答えは出せないんですけれども、こういうことを考えなきゃいけない。で放射性物質の性質というのは、何度も言ってますが、すごく小さな世界が起きています。原子核の大きさは、まあ、さっき数字でやりましたが、まあ、何分の1で言うと100兆分の1メートルという非常に小さな世界で、ここはその確率現象として起きる量子力学です。でこういう小さな世界で反応のエネルギーというのは、我々世界ジュールという単位を使うんですが、エレクトロンボルトという単位を使ってまして、この電子1個を1ボルトの、電気の反応ところに持ってくる必要なエネルギーというのは定義があるんですが、まあ、それではピンとこないので、桁で言うとそのジュール、普通の、例えば 1cc のものを1度温度を言うために必要なエネルギーに対応すると、そのやっぱりそのマイナス19乗 0.000 で0が19個つないだ先ぐらいすごく小さな世界で、そういうところで起きてますが、化学反応というのはこれで測ると数エレクトロンボルトで、一方原子核の中の世界というのは1000とか100万とかの桁です。もう全然桁が違うんです、ね、大きさの桁も違いますが、このエネルギーのサイズも違う。というわけで、普通の化学反応ではこの桁の数値の桁の違いって起きることが見えない。でただすごくむちゃくちゃな温度を上げてあげると、この温度も結局エネルギーと一緒ですので、この温度がここまで達成すると原子核が変わることがあります。でそれが起きているところ、宇宙の中で、これは太陽とかの恒星の中 で, で
でこれは太陽の中では常に核融合が起きていて、水素とかがこう重力と押し付けられて熱の反応で、結局それはすごいエネルギー高くなっていて、その結果として原子核が核融合ということが起きていますが、でこれが起きるぐらいのエネルギーを持ってこない限り、できません。でそんなものは生物の中では起きるはずがないので、やっぱ、化学反応とかなんかでは原子核を変えることができない。で、放射線の話に今まただんだん細かく入ってきますが、放射線被ばくという、ものなんですが、これ放射線にさらされること、されるで、これがさらすですね。でこれ日偏とファイヤー気偏と2つあります。でどちらも同じ読みなんですが、音が一緒なんですが、このバックは、普通の放射線にさらされることで、これが異変ファイヤーの方になると、これ爆発のバックで、この場合は原爆の場合のことです。なので字が違うと意味が違ってくるんです、ね、で紛らしいの音が一緒だし字も似てるのでよく混乱するんですが、違います。で先ほどちょっと言いましたが、外から浴びる場合と放射性物質が体内に入って中から浴びる内部被爆の2種類あります。で外部被ばくというのは放射線源、放射性物質が、生体の外部であります。というわけで、ここから浴びるためにはコントロールは、ある程度簡単で、一番いいのは近づかないことです。そこにあるというのが分かっていれば、あって気になってても近づかなければ影響はないので、どこか遠くに人の来ないところにそっと移動するのがいい、あるいはあっても、とにかく人は近づかない。であるいは先ほどのいろいろ遮蔽がありましたが、放射線遮るものを置けばいい、こういう壁とかですね。であとは、放射線っていうのはちょっと浴びてる、たくさん浴びてるんですが、その積算量で、結局どれぐらい体の中に影響があったかというのが出てきますので、被爆してる時間を減らしてあげると、トータルとしては浴びてる量が減る。だから非常になんか強い放射線源があっても一瞬前を通り過ぎれば、それはあまり気にしなくていいかもしれない。でただし弱いのがあって、それがずっと年がら年中あると、やっぱりそっちの弱いものでも積算すると増えると、やっぱりリスクは増えていくという考え方です。で一方、内部被爆、放射性物質を、例えば食べ物とか、あるいは、呼吸で吸い込んだ場合で、この体内に入ったものはある程度代謝により、外に出ます。生物濃縮という言葉はあるんですが、全く出てかないわけではなくて、やっぱある程度は出てくる。でただ、元素の種類によってはそれは違う。で例えば要素が何度も話に出してますが、要素はこの甲状腺にたまりやすいので、他のところよりも甲状腺だけを気にするというのがあります。でただ、日本人の場合は基本的に海藻を他の国の人々に比べてたくさん取ってますので、要素が常に甲状腺の中にあるので、新たに要素が入ってきてもそれほど被害が少ない、起きないだろうと言われています。で、あとは、元素の含有ですね。で継続して取り過ぎた場合は、ある程度入っていってある程度出てくるというところで、いつもあるところで決まった量になります。こういうところ出てくる量、入ってくる量がバランスをとっているのを平衡といいますが、そういう状態になる、そういう、ものですね。で、こちらどちらも、例えば被爆しないためにはコントロールしなきゃいけないんですが、どこにいくらかあるか数値を知ってる、そういえば結局外部評価の場合ここには近づかないとかいろいろ対策があります。内部評価の場合も、調べてどれぐらいのものが放射性物質がこの食べ物が入ってるかを分かってれば、コントロールすることができます。測ることもできます。ということで、ちょっと、こういう話をすると水野君、いろんな人に、必ず同じ質問をしてるんですが、今外部被爆 と、内部被爆の話をしました、どちらが危険でしょうかという質問です、外部被爆の方が危険だと思う方どれくらいいらっしゃいますか、内部被爆の方が危険だと思う方、どちらかよくわからないという方、これを私の話とかいろいろ聞いている人は多分答えを知っている方もいると思うんですが、これは、ずるい質問です。私数字のことは何も言ってないんですね。感覚的に、定性的に言ってて、これ定量的じゃないんです。内部被曝だろうと外部被曝だろうと、これ量でないと、リスクのことは議論できません。で例えば、外部被曝
今気にしてないけど、先ほど言った宇宙船が常にやっていて、これもやっぱり年間の外部疑惑の原因です。でこういうのはよくあるんですね。この誘導するのにわざと悪い質問を私はしています。あのこういうことなので、あの特に科学的にという私の言う場合は、この定量的量のことをとにかくいつも考えていただきたい。まあ、例えば、まあ、放射線の場合は医療以外にあまりメリットありませんが、例えば薬でも普通定量飲んでば効きますが、たくさん飲みすぎれば毒になります。そういうものと一緒ですし、例えば、水でも水は飲まないと、生命体は死んでしまいますが、大量に水を飲むと水中毒といって、やっぱ死んでしまいますし、塩とかもそうです。やっぱ量のことを考えないといけない。でこれは、今外部被曝、内部被曝ですが、天然の放射性物質、人工の放射性物質、どっちが危険かと聞いたときもこれも一緒です。ミクロな世界で考えると、天然だろうと人工だろうと出てくる放射線、先ほど言ったアルファ線、ガンマ線、ベータ線、中性子、出てくるエネルギーは多少が違いがありますが、そこで起きているプロセスというのは結局同じなので、元が自然だろうと人工だろうと出てくるものが一緒です。というわけでやっぱり量なんです。で単位ですが、ベクレルという単位があります。でこれ1秒間に1個の原子核が崩壊するという定義になっています。でこれが、まあ、放射線を出す能力を持っている放射能の単位です。で基本的にはこれは放射性物質がどれくらいあるかを、表すときに使う単位というのは、1秒間に1個壊れるというのはどれくらいの割合で壊れるかというのは、先ほど言った半減期のものによって違いますので、同じいろんな物質が例えばそこに 1g あるといっても、その1秒間に出てくる放射線の数が壊れる数が違うんですね、半減期によって。というわけで、そういう質量、重さではなくて1秒間に1個原子核が崩壊して別物になるという単位でベクレルというのを、使います。まあ、ちなみにこのベクレルというのはアンリー・ベクレルという放射線物質を、放射性物質を発見した人の名前から、捉えた。そして、まあ、あとは今はベクレルなんです。昔これキュリーという名前、単位を使ってたんですね。これマリー・キュリー、いわゆるキュリー夫人で有名な、マリー・キュリーですが、このキュリーからどちらもその放射性物質の放射線を発見した人たちの名前に近づきます。で次のシーベルト、まあ、これも実は放射線にかかる物理学者、科学者の人からなんですが、これは放射線による生態への影響の強さというものを表すために使っています。でこれどういうことかというと、いろんな放射線の種類があります。であるいは、場所によって同じものが放射線が当たったとしても影響が違う。でそういうものをいろいろ考慮して、その影響の強さです。で定義としては、もともとはその 1kg あたりどれぐらいエネルギーがその中で落とされましたかという、反応して落としたかという定義になってますが、それをさらにいろんな換算をかけて、でこれ影響の強さなので、外部被曝だろうと内部被曝だろうと、積算でシーベルトが同じなら同じリスクがあると考えた。つまりそのやってくるのは外から当たって通り抜けて、まあ、中から止まるかもしれない、通り抜けるかもしれない。でそういうものもやっぱり同じ、シーベルトの単位で、ただこのシーベルトというのは、ややこしくてですね、ざっと見るだけで、3種類、いろんな定義があるんです。のことを言うのに同じシーベルトというのがあります。で、いわゆる新聞とか、あとは、まあ、最近はテレビでやらなくなりましたが、震災直後にあった空間線量という、空間線量、まあ、率なんです、正確に言うと、空気中、大気中で測って、そこにどれぐらい放射線が飛んできてどれぐらい影響がありますかというものを見るときに、1時間あたり、どれぐらい、このシーベルトの浅いものがありますかというのがありますが、シーベルトってもともとすごく大きな単位なので、マイクロシーベルトというものを、使っています。でマイクロというのは、ミリのもう1個さらに1000分の1、ミリというのは1000分の1で、さらに1000分の1、ミリのさらに、まあ、100万分の1なんです、という非常に小さな。で1時間あたり何マイクロシーベルトかというものをします。でこれは、線量計、例えば、今ここに持ってますが、こういう空気線量計、サーベイメーターというもので測るものになります。で一方、これ今その場所でどうやるか、で、個々の個人でどれぐらい浴びたかというのは、人間移動しますので、どこで浴びたかというのは積算で普通考えます。でそういう時に、そういうもので被爆によって体全体が通算としてどれだけダメージを受けたかというときは、実行線量というのです。で、まあ、ただ動かずにずっと同じ場所にいれば空間線量で、線量率でこの時間かければ、まあ、実行線量になってなります。
まあ、ただ場所ごとによって違うので、実際にやるときは、起爆をどれぐらいしたかを考えるときは、個人線量計というものをつけて、その人がどれぐらい浴びたかというのをちゃんと見なきゃいけない。で、それは生活パターンによって違うんですね。で、これ体全体です。で、外部機関からの実行線量というのは、まあ、今言ったら、まあ、場所とか天空間線量で考えなきゃいけないですが、内部被爆の場合は、ある量を生体に取り入れたときに排出作用までどれぐらい被爆するかというもので、ここリップなんですが、この場合は、外部の場合このリップかけ、時間あたりなので時間かければいいんですが、この場合どれぐらいの何ベクレルのものを放射性物質と取り込んだらそれが出てくるまでにトータルで何シーベルト被爆しますかという計算のモデルがあります。実際実験とかいろいろものもあって、認めているものがあるんですが、そういうものは、予託線量と呼ばれています。で、この予託線量というのは思いっきり長い時間で考えてありまして、大人の場合50年、乳児、幼児の場合は70年後までを全部先まで考えましょうということなんですが、実際は出にくいと言われているストロンチウム、90でも、89、90でも、大体30年ぐらい体から出てくるので、こういうものごとで、見るのが、まあ、それで、ナビ変化両方とも自己線量というもので影響するんですが、元となるもので、吸収線量と呼ばれました。これ元の定義ですね。これあんまり出てこないので、見ることはありませんが、まあ、ガンマ線とかの場合だと1グレーというのは、まあ、大体1シーベルトと同じだと思います。で、もう一つ一番、ややこしいというか、新聞とか見ても先ほどの自己線量とこの透過線量というのは区別してないんですが、透過線量というものがありまして、これは、生体ごとの場所、まあ、いろいろ書いてあります。まあ、細かいことを、ありますが、種類がよって違う影響を考えて、さらに、各臓器ごとにも影響が違う。その臓器ごとに、違うものなので、それでさらに臓器、人間、全部同じ割合であるわけではありません。例えば甲状腺、これ 100g 多分大半で、骨とか、脂肪とか筋肉とかいろいろありますが、そういう重みをつけたものが先ほどの、実効線量になるんですが、今、透過線量といった場合は、このある臓器に着目したものになります。で、この場合よくあるのは、甲状腺で、甲状腺透過線量というので、甲状腺についてだけはこれで表されていたり、基本的にマスコミに向けに発表されるのもこの透過線量。ところが、どちらもシーベルトで書いてあるので、実効線量か透過線量か区別がありません。で、甲状腺の透過線量の場合は体全体のリスクと同じことを考えると25分の1 と、考えるというふうに、なってまして、例えば、先ほどの実効線量で、1年間に1ミリシーベルトを浴びましたということと、この透過線量で甲状腺で1ミリシーベルトを浴びましたという場合は同じではなくて25分の1のリスクだと思って、計算すると、そこがややこしいですが、でまた、質問です。でもこれはまあ途中で、まあ、宇宙船の話をしちゃいましたが、放射性物質のない世界が作れるかどうか、まあ、これは、まあ、先ほど宇宙船の言ったように答えは、作れないんです、地球上宇宙自然界に放射性物質いろんなところがあります。まあ、すごく食べ物とか気にされる方で放射線が全くないゼロベクレルのものを求める方も、いると聞きますが、自然界にあるもので避けれないものなんです、放射線、放射性物質は。で、これもともとあるので、大地から受けてるか、外部被曝ではこの花崗岩に特に多いと思います。あと、コンクリートの中にも実は、こういう、放射線をもとんだ、ウラン系列、トリウム系列という言い方をしますが、その中も一つは実はラドンなんですが、そういう意味で言うと木造建築よりも鉄筋コンクリートの方が、浴びてる放射線は多いはずです。で、まあ、さっきと言っていた今が自然界になります。で、こちらが、ここの資料から、書いてきた数字でグラフを作りましたが、大地からも日本と世界平均と比べたものです。大地はあまりこれ変わったように見えますので、で宇宙船場所によって違うので、これ宇宙船の量は場所によっては、高いところ低いところ、これ何かというと、地球っていうのは巨大な磁石ですの で磁石 と、その磁石、まあ、磁力線とか、まあ磁場と呼んでありますが、そこに電気を持った粒子が通ると曲がります。電気の力、磁石の力で、電気を持った粒子って曲げれるんですね。
で昔はこれを利用したものが金づいかにありまして、でそれはテレビです。今もうブラウン管とかプラズマテレビになっちゃったの、あブラウン管なくなって、液晶になってしまったのでありませんが、あれは電子を、加速して飛ばして磁石の力で曲げて、あの画面上の中のところちっちゃな点々点に、ずっと近づくと発光する光がありました、点がありましたが、そこに一個一個正確に電子を打ち当てて光らせるということをやってた。でそういう曲がるんですか、その緯度の違い、よって、宇宙船の量が違うので日本と世界平均違うで、内部被ばく、これ食べ物から来るんですが、この鉛210、ポロニウム210、カリウム40、こういうものが自然界にある代表的な、放射性物質です。で昔はこれ日本は世界平均と同じかだったんですが、2011年に数値の見直しがされてまして、これどうも魚の内臓の中にこのポロニウム210というのがたくさんあるという、調べてみると分かったので見直しがされています。で一方内部被曝の吸引の方、これ、肺の方ですが、これ主にラドンとかコロンとかいうもの、ラドン音声のラドンですね、これ自然界の中から湧き上がっています。この人たちは、アルファ線というものを出しながらだん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 他の元素になって最後は鉛、に落ち着くんですが、このラドン音声とか、ラドン音声、まあ、音声は気持ちいいのでなんとなく元気健康になった感じがしますが、ラドン光線に出てくるそのラドン自身は吸い込むとアルファ線を出す放射性物質ですので肺がんのリスクがあります。で、このラドンの量は日本は少ないです。で北米大陸とか非常に多く、多くて、こういう世界平均的にはこんなに違いが出てくる。でこれもリスクがないわけではなくて、リスクがあります。で日本ではあまりないので、特にありませんし、日本だと地下室を作る人があんまりいないので規制がないんですが、ヨーロッパ系の人はなんか地下室が大好きみたいで、アメリカやヨーロッパというのは地下室が必ずあるんですね、家を建てると。でそうすると地下からラドンが湧き出てきて、ラドンというのは空気よりも重たい元素を分子を作るので、下の方にどんどん溜まっていくそうです。で湧き出して壊れて湧き出して壊れて、でもある量ラドンが溜まってしまう。でそうすると、危険なので、アメリカだと州によってはその法律で地下室を作るときは必ず換気扇をつけなさいっていう、法律があるところもあります。で合計で見るとまあこういうもの、まあ、ここが増えたおかげで日本は昔この1とか 1.5 とか言われてたんですが、まあ、最近はあんまり世界と変わらないなというもので、これ平均ですので、いろいろ調べると、日本はまあ比較的少ないので高いところだと、この横軸これミリシーベルトですが、年間の、ミリシーベルトです、年間の。で、日本は2ミリシーベルトとか、まあ、世界平均ぐらいですが、多いところでは10ミリシーベルトとか100ミリシーベルトが出てる地域もあるそうです。でそこら辺の人たちで、疫学調査、調べてみる、同じ環境で同じような生活した人とこの場所にいた人との比べてみた限りでは、放射線が原因によって、病気が増えているという証拠は見当たらない。それよりはどちらかというと貧困による差の方が目立つということになっています。でその高いところっていうのは、一つは、例えば、インドのラムサールというところがあります。ラムサール条約のラムサールが実は放射線が非常に高いところなんですね。あとは場所としてはイラン、あとブラジルの、ちょっと名前忘れましたが黒い石の砂浜で有名なところがあったらしいんですが、そこは非常に放射線が高いそうです。やっぱそのなんか黒い石の中にこういういろんな放射性物質があって、で日本の場合、場所によってどれぐらい違うか、岩石の組成によって違うかというのが、この日本地質学会というところが、岩石、どういう地質があるか調べて、それをもとにして見積もりを、しています。でこれ単位、マイクログレーパーアワーなんですが、ほぼ、マイクロシーベルトパーアワー、時間あたりの1時間あたりのマイクロシーベルトだと思って考えます。で仙台のあたり、これ、ちょっと数字が見えなくて申し訳ないんですが、ここの部分というのは、この辺で 0.0178 から 0.036、まあ、低めですね。もともとこの辺とこの辺低いんですね。で一方西日本で高くて、これ花崗岩が多いせいで、高くなる。で例えば、気候の影響はもちろん降ってますが、今仙台例えば測ってみると外だと、1時間あたり 0.05 とか 0.06 マイクロシーベルト。で一方、震災前はこれが 0.03 から 0.05 ぐらいだったそうです。
で西日本の方この辺高くて、まあ、この 0.1 いくらというところが高いところがあります。西日本だけじゃなくて、岐阜から長野にかけてとか新潟とかで、これは本当に岩石だけで、これ時々これを見ると広島の原爆のせいじゃないかという人がいるんですが、原爆の入ったのはこの上で本当に点のところなので、こんなに広くは影響ありませんし、だったら長崎でいうと長崎は非常に低いですね。というわけで原爆じゃないということが分かります。で私が育ったのはこの辺ですので、まあ大体 0.、まあ、多めに見て 0.1 とかマイクロシーベント、まあ、仙台の今の場合ぐらい、大学、20、まあ、30年弱ぐらい、まあ、27年ぐらいは、これぐらい出てますので別に変わってるわけではありませんし、これぐらいの低い放射線量だと、この自然界の放射線量のリスクよりも食生活の方が大きいみたいで、例えば東北でこの放射線量が出て本当に放射線だけの病気の原因だったら東北の人たちみんな元気なんですね。でところがやはり昔からの統計でいうと東北の人たちの方が、平均寿命が短く、今より短く、でこれやっぱ食生活で塩分だったそうです。で同じのは実は長野もそうで、長野はその塩分やっぱ山の中からたくさん取るということでやってたそうで、それを分かった瞬間に県を挙げて運動して塩分を減らしたおかげで、長野は今では東北よりも平均寿命が長いそうです。というわけで食生活の方でもやはり効くので、まあ、放射線だけを、怖がっていては、正確なリスクができる。やっぱでもそれは量によるんですね。どっちが多いか、どっちのリスクが高いかということを考えます。で、今言った、途中に出てきましたがカリウム40というのがあります。でこれカリウムという天然にあるもので、これ半減期が半分になれば 12.77 億年、もうこれ地球ができる以前から存在してまして、これもほとんど、宇宙の中、星の中に、合成されたと。で、天然カリウムの中に 0.0117% の割合でありまして、1g あたり30ベクレルぐらいの放射能を持ってます。で、人間の中にあるカリウムを見ると成人の男性女性、まあ、もっと最近ありますが、まあ、大体大雑把に数千ベクレル常に、あります。でカリウムは生物の必須元素ですので、カリウムを除くわけにはいかない。で一方カリウム、ただ、これバランスを取るように一定量になってますので、逆に言うとカリウムをたくさん含んだ食べ物を一瞬取ったとして、まあ、例えばバナナとかありますが、取ったとしても余分なものは出てきますので、別にカリウム40が含むものをたくさん取ったからといって、悪さをするわけではなくて、やっぱ常に一定量。でもこれ夏わけにはいかない。でこれも、内部被曝としては、大体平均的にこれぐらい165マイクロシーベント、さっきの、平均的に日本人で年間2ミリシーベントぐらいの、その 0.16、0.2 弱です。10分の1以下、30分の10分、10分の1以下ですね、が、こういうものからの内部で、先ほど言ったその炭素14、でその後ラドン。で、こういうものは、ね、自然界になって、まあ、絵で描くとこんな風に地面からとか空から、あるいは食べ物からいろいろあります。でカリウム40は、カリウムって普段あんまり気にしないです、まあ、一番たくさんあるのは多分農業やってる方だと肥料だと思いますが、今ここに、やさしおというものを、持ってきました。で、これ、高血圧の方々のために、あの塩化ナトリウムを取りすぎると良くないというので、塩化カリシウムを取るとナトリウムが悪さ、ナトリウム量が悪さをしなくて高血圧にならないというのであるんですが、この中に、カリウムがあるので、これ、塩分、ナトリウムの半分をカリウムに置き換えたものです。あのここに書いてあるもので、これ、まあ、巫女のためも絶対舐めたこと、これ自身は開けてないんですが、昔舐めたことあるんですが、あんまり美味しくありません、カリウムは。なので高血圧に なりたくないなという、根拠になれるのは、まずいもの食べたくないという考え方もあるので、まあ、もし興味がある方はこれ開けませんが、もし売ってますのでスーパーで舐めてみてください。美味しくありません、本当に。まあ、それともかくして、この中に、カリウム40ありまして、これ 1kg あたり、計算すると8500ベクレルあります。で、これだと今これ 180g ですので、5分の1ぐらい。で今これ、2つありますが、合わせて、3分の1ぐらいなので、まあ、3000ベクレルぐらいこの中にカリウム40あります。というわけで、これ全部いっぺんに、体に入れると多分病気になると思うんですが、多すぎて。これぐらいの放射線量が、放射性物質のカリウムは常に体の中にある。こういうものですね。で、
測定の話をします。で測定は放射線、この測定器、まあ、今からちょっとスイッチ入れて回しますが、我々が考える測定というのは何か決まった数字が欲しい。単純計で言うと、例えば乗った時に数字が変わってくれると困ります。でこういうものっていうのはやっぱり安定してくれないので、決まった数字が見えないから困る。で役に立たないと思うんですが、こういう放射線の測定の場合、必ず数字が揺れます。で、何が揺れるかというと、まず、ここの例えば検出器があって、ここのセンサーがここにあるんですが、ここに入ってくる、1秒あたりその放射線の個数、まあ、1秒じゃなくてもいいんですが、決まった時間あたりの個数というのはいつも決まった数が来るわけではありません。それは発生するそのものの放射線の、発生要因、どこから出るか、いつ来るか分からない、これ確率で起きますので、しかも確率的に起きるといっても決まった感覚ではなくて、本当にランダムに起きます。誰にも予想できます。で、あとこの測定値、測ってるんですが、検出器の中でいつも決まったシグナルが作れるわけじゃないというのがあって、揺れます。というわけで、今回しますが、ちょっと今音出てませんが、音が出ます。これ今ガンマ線が通過した時に、音が鳴るようになってますが、等間隔じゃないので、でうるさいのでちょっと止めますが、であとこの機械は、ホリバという会社の、ラディという装置なんですが、昔10年ぐらい前に文部省の頃にハカル君という名前で作って全国の小学校に1回配ったそうです。でその後この会社はまあボランティアなどでやっていて大変なので、まあ、商品として売られてますが、まあ、12万円ぐらいだと。で手軽にまあ測れる装置で、まあ、12万円はちょっと個人で買うには高いお値段なんですが、まあ、そういう行政の方から見ると安い方に入ると思います。で、この機械は30秒間に測った、今さっき音が鳴ってましたが、そのガンマ線の個数、あと落としていったエネルギーを数えて、どれぐらいの、生体に影響があるかシーベルトに直します。計算してくれます。で、30秒間の平均を5秒ごとにアップデートしてきます。過去30秒の平均とって、5秒経ったらまた過去30秒の平均というわけで、オーバーラップがあるので一遍にはすぐには変わりませんが、数値が変わってくるのが見えると思いますので、こちらから回しますので、見てみてください。今 0.062 マイクロシーベルトで、今 0.059 と変わりました。でこういうふうに数値が変わってきます。でこういうものというのは、放射線が通過するときにいつも決まった、電気パルスが出て、決まったこの同じ高さのパルスだったら、同じものだと思って計算すればいいんですけど、そんなことはなくて、いつも来るとは限らないし、来る感覚は違いますし、なおかつここの通り抜けるときガンマ線って非常に透過力があるので、検出器とほとんど反応するときもあれば反応しないときもあります。というわけでこれも確率なんです。というので、結局その揺れるというのは測定器の、数値、今見てると時間とともにどんどん変わってきます。でそれはもともと出てくる放射線がどういうふうに放出されるかとか、あと物質との反応の割合、でこういうところというのは小さな世界なので、何度も言ってますが、確率で現象が起きている量子力学の世界、小さな世界の話だとこう揺れます。でまあ、いろいろ種類がありますが、今、回しているものがこのポリマーのこういう線量計です。もう一個、テレビの時々サーベイメーターというので、ありますが、こういう形のものも、あります。で、生体への影響の話を、でこれ私自身は、いわゆる医学生命科学の専門ではありませんが、自然、その素粒子原子核の方から分かっていって、なおかつ自分でいろいろ調べて納得いったことをお話しします。でまず放射線が、どういうふうに反応するか。でまず最初、放射線が物質の中に入ると、原子中の電子が放射線で剥がされて、イオンに変わります。イオンと電子に分かれます。でこういうのを、日本語で電離、英語だとアイオニゼーション、まあ化学用語だとイオン化と呼んでますが、これが元なんです。でイオン化させるのに十分なエネルギーを持っている放射線を電離性放射線と法律では言います。ということは電離性じゃない放射線もあるんですが、普通一般的に放射線というところをイオン化させる、イオンを作るものが放射線と言います。
で、イオン化するためのこれ、剥がさなきゃいけない、引っ張らすためにエネルギーが必要ですが、そのエネルギーというのは、放射線の持っているエネルギーが小さいんですね。まあ、イオン化というのは化学反応とないですので、それということは、放射線がエネルギーを失うまで複数の原子や分子をどんどんイオン化していきます。というわけで、1個が1箇所にすごいダメージを与えるわけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつなんか削りながら物を壊していきます。そんなイメージです。で、そのために、その分子が壊れたりしますが、一番大きな要因というのはこのラジカル、オゾンや過酸化酸素が発生するそうです。で、オゾンや過酸化酸素、このラジカルというのは、最近、健康食品とかでも聞くことがあるんです。怪しい時もあるんですが、これちゃんと調べられているもので、このラジカルというのは非常に悪さをして、他のものの、酸化して、要は分子を壊しながら、でも自分自身は平気でいい。というわけで、どんどん他の分子を、壊していくそうです。でそのせいで、DNA とかリボソームというものが細胞の中で損傷して、これがちょっとであれば、人間の体修復機能がありますので、戻ったり、あるいはその壊れたものはそのままお亡くなりになります。アポトーシス と、生命科学の方に呼ばれているものがあるので、それ以上悪い影響が起きる。で人間の体っていうのは別にこの放射線が来ようと、来なくても、なんだろうとやっぱりこのラジカルは常に何かで発生していて、その DNA とかも傷ついているそうです。でその量の問題なんですね。これも結局でこれが放射線によって大量にあると、その普通の体の起きているよりももっと確率が高くなって、例えばがんになりやすくなるリスクが高まる、そういう考え方をします。というわけで放射線だけではなくて、こういうラジカルが発生するものとは他にも要因がある。でこういう放射線の生態領域は確定的影響と呼ばれるものと確率的影響と呼ばれるものがあります。1文字しか違わなくて似たような言葉の紛らわしいんですが、確定的というのは、ある放射線量を超えると影響が現れると考えられています。で考えられているだけで、これはまあ一応いろいろ調べられて、これ以上見るとそういうのが確実に出るなと考えると境目があります。でそれはがんとか遺伝的影響以外です。でそれはどういうものかというと、確定的影響だけでは皮膚障害、白内障、組織障害、あるいは浴びすぎると生体がなくなります。お亡くなりになりますが、そういうものです。一方、確率的影響というのは DNA が少しずつ傷つくことで後から出てくる。でただ DNA が傷ついたところで、ダメな DNA は次世代に残りませんし、よっぽど巧妙にたまたま運良くか運悪くか壊れて変になったんだけど、それが次に残った場合だけ遺伝的影響が出てくるという考え方ですが、そういう確率のもの。で、がんの場合だと、個人ですね。遺伝的な影響というのはよっぽど、立てないとなくて、ただこの遺伝的影響があるという元になったのは、調べてみると症状肺という肺 の、 実験から読みそうなんですが、症状肺というのは修復機能があまりないらしくて、遺伝がそのまま次に行ってしまう。で、遺伝的影響というのは少なくとも、普通考えるとこの大量にいっぺんに浴びた方が影響が強いと考えられますので、徐々に浴びている方はあまりないとは考えられているそうです。で、一番大量に放射線を浴びた例というのは広島長崎の原爆ですが、あとは旧ソ連の、原爆の開発していた秘密都市とか、あとはアメリカとかでもそういう作業をかかっている人たち、いろいろ調べられています。で、一番大量浴びたのは原爆なんですけれども、少なくとも広島長崎の、被害者の方々への調査によって、2世3世と呼ばれる人たちに遺伝的影響は全くありません。だから、それははるかに、今回、例えば福島だとしても、仙台でもそうですが、量の高さを考えると非常にそれに比べると非常に少ない放射線。たとえ食べたとしても、量というのはそういう広島、長崎に浴びた量の方々と及びません。桁が全然違います。でそういうことから考えると、少なくとも、遺伝的影響が現れることは言えますと考えられます。だから、それはいろいろ調べて、どれぐらい今放射性物質があるか分かったから言えることなんですけれども、少なくとももしお孫、娘さんとかお孫さんとかで、子供が明るかどうか心配されている方がいたら、自信持ってください。大丈夫です。それはもう数値から分かっているので、逆に言うと、それを気にして、
結婚を反対する親がいたら、それはこちらから断ってください。やっぱりそういうリテラシーを持ってないと、いや大変だと思いますので、極論ですが、ちょっと言い過ぎましたですよ。話を続けます。で、確率影響をどう調べているかというのは、先ほど言った原爆被害者の方々の調査で、これ、グラフの例なんですが、これは急性子を当てたときに、ある平均の放射線、これミリシーベルト、0から140とか。でそこで、この広島の調査だと思いますが、そのどれぐらい浴びたかというので、過剰相対リスク、どれぐらい相対的に増えたか。というのはこれは、例えばこの 0.05 というのは 1.05 倍になったというもの、何も同じ生活をしていたところで原爆の被害に遭った人と遭ってない人を比べて、どれぐらい、がんになるリスクが増えたかというのを調べたものなんですが、この縦の棒というのはこれ誤差なんですね。揺らぎ、これぐらいの同じ浴びただろうと思われる人の中でもそのリスクの増え方、がんになった割合が全然違うけど、大雑把に見るとなんとなく、こう増えていくことは分かる。で、この取り方は真ん中を取ると、これもまっすぐ真ん中を、取るようにすると、これ、ゼロでも増えてるけど、そのことはなくて、何もなかったら何もないと考えると、ゼロから始めなきゃいけない、こうなりますが、こうなのか、上上がりなのか、上に曲がってるのか、下に曲がってるのか、あるいは変な形をしてるのか、いろんな解釈がありますが、これ、あまりにも、揺らぎが多すぎて、このことからは、全体的にこうだということは誰も言えません。なので放射線防護の立場からすると、結論は出せないんですが、防護の立場としてはこの放射線量が増えるとリスクはそのまま比例して増えていくという考え方をしています。でこれ防護なんですね。でただ、割合というのはこの場合は、腸の、非常に弱い腸の寿命に対する寿命でなくて、なんだっけ、重毛で綿のようなものなんですが、そういうものの部分のリスクですが、こういうリスクの評価というのは国際放射線防護委員会というところがやっていて、放射線量を浴びる量と同化に応じるとリスクは増えます。ただし1シーベルト、我々が年間平均的に浴びているのは2ミリシーベルトですから、それの500倍です。でそれを積算で浴びたところでその形が正確にどうなっているかは揺らぎが大きくて分かりません。なので絶対的にそのこっちが危険、絶対的にこっちが危なくないなんていうのは言えないので、因果関係は証明できません。これ他のリスクが多すぎるのが一番大きいです。例えばタバコとか、あとは食べ過ぎとか運動不足とか、さっき最初言った食生活、塩分とか、いろんなリスクがあります。生きてくれてもで、そういうものが多すでは比べてみるとどっちが影響しているかはっきり分からない。これが線量被曝のリスクが分からないということです。でこの分からないという言葉尻を捉えて、時々、分かってないんだからすごく危険かもしれないという方がいらっしゃるんですが、そうではなくて、この分からないという意味は、放射線が絶対的に 100% 原因だと言えないということだということが元で、それによって、リスクの増加をどう考えるかというのは、先ほど言った放射線量を比例すると考えて、あるところからじゃなくてゼロからちょっとでも増えるとちょっとずつリスクが上がっていくという考え方。でいろいろ、調べたところで考え方としては、この致死性の発がん率の増加を100ミリシーベル、先ほどこの1シーベルですね、あたり 5% 上乗せされる と、評価しています。で、このリスクで、人間、100歳まで生きたと思っても、追加のこの1シーベルトプラスに年間10ミリシーベルトあげなきゃいけなくなりますが、それより随分低いところに防護のものを置きましょうということで、追加の被曝は年間1ミリシーベルトが望ましいとこの国際放射線防護委員会は勧告しています。で追加ですね。でこれ自然界のものを除いてます。で今までの生活プラスアルファでどれぐらいリスクが増えますかという考え方だけなので、もともと大量に上げていようと少なくなろうと、こういう追加だけのことを考えます。でただしこれ1個、自然からのものは避けない。医療被曝は無視しています。放射線を使った医療被曝というのは、お医者さんは言わないだけですが、量にすると結構な量をこれ浴びるんですね。例えば日本の場合だと、集団検診の F 線の、肺の検査というのは昔肺がんの率が高かったので、胃がん、肺がんの率がやってたんですが、集団検診で。でそれは、WHO から勧告をどうも受けてるみたいで、日本人はその放射線の F 線
写真撮りすぎで肺がんのリスクが増えてるんじゃないかという勧告が出ているところです。というふうに医療の被ばくはリスクがないわけじゃなくて他のメリットがあるから無視しましょうという考え方です。だけど医療被ばくは、リスクゼロではありません。私自身の話で言うと、震災の後だから、もう2年半、3年近くになります。人間ドックを受けた時にエコーで、なんかこの辺になんか丸いものがあるって言われたんです。よくよく調べると動脈瘤だったんですが、気道のそばにある。で、それを調べるために X 線写真は多分10枚ぐらい結局トータルで撮ってますし、像を撮らなきゃいけないというので、CT 写真、断層写真撮ってます。あれもたくさん浴びてます。で、さらに悪いことで、その人間ドックの時は鼻からのこの胃カメラが撮れなかったのでバリウム検査をしたんですが、バリウム検査っていうのはそれ飲んだ後に X 線ずっと浴びながら写真撮るんですよ。というわけでむちゃくちゃ被爆するんです。で、時間によって違うので一概に言えないんですが、ざっと計算すると、そのバリウムの、写真を撮るのに数ミリシーベル、CT の写真で多分20ミリシーベルで、写真、X 線写真とかあるとその年は30ミリシーベルぐらい浴びてることになります。なのでこの真面目なリスクを考えると、医療被爆は無視してますが、この100ミリシーベルで 5% が乗せていると、30だから、30分の1ぐらいだと思って、大した量ではありませんが、リスクはゼロではありません、実際は。けど、それによって動脈瘤分からなくて、ある人って破裂したら基本的に動脈瘤助かりませんから、どっちのリスクを考えると、これは浴びててもしょうがなかったかなという私は納得しますが、でも医療被曝は、普通無視しますが、繰り返しますが、実際には影響がないわけではありません。で、100ミリシーベルで 5% が多いか少ないかというのは人によって違うんですが、私自身はタバコを、前の頃まで一切吸ってませんが、タバコ吸う方というのは、大体2倍ぐらい、がんのリスクが高いそうです。ものによりますね。でもそれも吸ってる人は、そんなこと分かっても、納得して吸ってんだという方もいると思うので、これはやっぱ人の取り方ですが、こういうリスクのことを考えると、やっぱ量のことを考えてやっぱ議論しなきゃいけない。で、あと時間が短くなってきたので、分からないませんが、内部被曝の評価をするときは、先ほど言っていろんな、元素、要素の種類、要素とかセシウム、その種類によってたまる場所が違うので、いろいろありますが、数値としては、第一原発が出てきた放射性物質は調べられていまして、要素というのは半減期8日、事故の直後は確かに通り過ぎました。で、量も、ありますが、少なくともそれは、予想された量とか、あとはケルノブイリに比べて非常に少ないことが分かっています。で、セシウムがあるのはセシウムの130と137ですが、我々で測ったところ、これ1対1ぐらいで、仙台だと大体500ベクレル、1キログラムあたり500ベクレル足してありました。今はもっと減ってます。で、それは青山のある場所だけなので、他の全部では言えませんが、そういうものがあります。で、一番よく恐れられるストロンチウム、これ測りづらいというのもあって、であとチェルノブイリのこのストロンチウムが非常に、被害をたくさんしたというのが恐れられてたんですが、ちゃんとこれもどれぐらい量があるか何箇所も調べられて、セシウムの2000分の1から4000分の1です。チェルノブイリは大体10分の1とか20分の1とかなので、ここも全然桁が違います。というわけで、あるところだけすごく高いというのはやっぱりいろんなものが拡散することを考えるとあんまり考えづらいので、ストロンチウムを恐れる必要はない。で、これは、発表遅かったんですが、震災の半年後には文科省が発表しています。で、残念ながらこのウェブページ今ないんですね。省庁の悪いところなんかすぐウェブページ変えちゃってリンクがなくなって見えなくなるんですが、ちゃんと報告はされてました。で、ちょっと探してるんですけど、見つからないので、これ情報クリーンまで申し上げます。で、食べ物の寄生地は、どう考えているかというと、汚染されたものがずっと流通していて、なおかつそれを人がずっと食べるという仮定をします。だから一瞬だけ、危険性があるかというのではなくて、とにかくずっとあるということを考えて寄生地を頂いたので、先ほど言った要素についてはこれは環状、甲状腺たまりやすいので、特に水、牛乳、乳製品、野菜とかについて、水を水分を含むものの中によく溶けるというのでこういうことがありますが、ざくっと実は計算されています。これも ICRP 国際放射線防護委員会の勧告に従ってやってますが、これも結構、ザクッとは決めてるんですが、かなり厳しく実は。で、震災直後1回この規制値を上げたことがあります。これどういうことかというと、こればっかり放射線防護委員会が勧告してまして、要は、
事故直後でも水を飲まなかったら死んでしまう。水を飲まないことに死ぬリスクと多少短いな放射線取るリスク、どっちが高いかを考えると水を飲まないリスクの方が高いということで一瞬だけ上げる。ただこれ非常に評判が悪かったんですが、でもやっぱりリスクのことを考えないといけません。でセシウムで、これも今流通しているもの、1kg あたり100ベクレルという数値がありますが、この範囲はセシウムがあると 10% のストロンチウム、放射性ストロンチウムがあると仮定しています。これチェルノブイリに基づいているんですが、先ほど言ったように2000から4000分の1ですので、実はこれは、多めの見積もりをしています。でも、少ない分にはもう多くないので、安全になるように基準値をこうそのままにしています。で、先ほど言ったトータル実効性量年間5ミリシーベルト、こう5つの食品に均等に5分の1つ割り当てるというものを考えています。でただ、ものによって日本人たくさん食べる食べないがあると思うので、特にお米ですね。お米は、必ず毎日食べると仮定してこういう計算をしてまして、でそれで 1kg あたり100ベクレルというようなことをしています。で、リスクの考え方。で、最後の質問です。微量の放射性物質を含む食品を取ることについて、3つとりあえず用意します。絶対嫌だ、寄生地からは気にしない、1回くらいの寄生地の場合でも気にしない、どの考えに一番近いでしょうか。1番の方いらっしゃいますよ、はい。じゃあ2番の方、寄生地からは気にしないという方、はい。じゃあ1回くらいなら寄生地の場合でも気にしないという方、はい。いろんな考え方がありますね。でこの正しい答えというのは、ありません。正しい正しくないというのはこれ科学の話ではなくて個人の価値観なんです。これ気にする気にしないは、で、どの答えを取ってもその人にとっては正しい考え方なんです。やっぱ気にするのを無理やり押し付けられても嫌なだけですから、そういうものはすごく価値観ですが、ただ判断基準となれば数値を示さなきゃいけません。で数値を知るというのが、やっぱ重要で、何度も言ってますが定量的にには数値を知らなきゃいけない。で数値を知る、相手を知るということで、漢文を一つ持ってきました。これ高校生ぐらいにせると知ってたり知らなかったりするんですが、今日は、年配の方がいるのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。どなたかこれ元が何かご存知でしょうか。そうです、おめでとうです。日本語だと敵を知りと訳されてますが、元は相手を知り己を知れば百戦危うからず、今孫子の兵法ですね。で、これは、この場合相手というのは例えば放射線、放射性物質の量とかと考え、私は考えますが、相手をよく知って自分をよく知ってればいいけれども、相手を知らずしてこの後ろ場合はあるときは勝ったあるときは負ける、相手を知らずして己を知らずすれば前さん危うかった危うい、ということで、やっぱりちゃんと自分も相手も知らなきゃいけないということで、放射性物質どういうものが出たかというので、我々、この素粒子原子核で放射線、の知識はあります。で、実は素粒子原子核で出てくるものというのは放射線と一緒なんでしょうか。というわけで GIF もあって、こう先ほど今回した、こういう測定装置、の知識もあるので持ってたので測りました。で震災後1年間、いろんな場所測ってますが、見てもらえたら屋外のこの濃いめの青いところですが、これが事故直後で一瞬すごく高くなる。でその後上がったり上がって下がって上がって下がった後ずっと下がっています。でこの部分だと水色というのがこれ雨なんですね。でちょっとこれ拡大しないとわからないんですが、雨が降った瞬間実は一瞬放射線量上がってます。線量率はでこれ何を意味しているかというと、何もなかったら通り過ぎるだけで一瞬高いだけなんですが、雨が降ると上空にあったものが落ちてきますというのが、高くなったところで、といっても、仙台の場合は高くても、でも今から見ると、この10倍ぐらい 0.06 とか7とか高くありましたが、 0.7 とか10倍ぐらい一緒になった時もありました。 でこれ と、放出の時間の部分、これちょっと拡大しておくんですね。下の部分が、東電の数値、表紙がないので、数値ばっかりだとグラフがわからない、どういう量かと見ると、日付を揃えてみると一瞬出たところ、測っている場所違います。1回目と2回目が、それがちょっとずれて、この直前の数値はないんですが、ここの山とここの山がこれに対応しています。というでその後は何も変わってないので、1回目、2回目の爆発、3回目からですかね、
1回目、2回目、3回目の沸かすで一緒に出て、その後はそれ以上は出てないということが、こういう数値を見てると、分かる。で、具体的に土の中にどういうものがあるかというのを調べるのは、このゲルマニウム半導体検出器というものを使って、測りますが、この人は、非常に正確にエネルギーを測って、どこにピークがあるかによってどういう物質があったかということが分かるんですが、2011年6月25日のところ、天然にあるビスマスとかカリウムイオンには見えますが、セシウム130の137のピークがあるんですが、陽性131というのはここにあるように見えるんですが、これ、揺らぎ、先ほど言った揺らぎも大きくて、ここにピークがあるとは言えません。多分この時点では半減期8日なので完全になくなっていると見えない状態ですが、こういうふうに測ります。でこれ正確に測って非常にいいんですが、一つ問題があって高いです、値段。でこの人が10万円ぐらいなんですが、この人は1台、何も買わずに装置だけ買ってきて1000万です。でこれに測れるものといろんなものを業者さんに作ってもらうと、大体倍額で2000万ぐらいになります。でこういうものをたくさん用意するとやっぱ大変で、少なくとも県の、測定センターに1台ずつあったみたいですが、これで全ての植物を測るのが大変。であと高いのと問題は、この人は反応をなかなかしてくれないので、ガンマ線とか入っても正確に測れるんだけど、一つのものを正確に測るとすごい長い時間測らなきゃいけないんですね。というわけで、フル稼働させたところで全部のものを測れるということで、これではダメなので、効率がいいものとして、例えば福島県では、この施工していない別のものを、いろんな島製作所とかいろんな会社とかが作ったものを納めて、福島県の出荷の米は全て調べられていて、今のところ累計で1000万袋以上、全部調べていると。でその中で、寄生虫越えのものは今全くない。1年目に少し、例がありましたが、それはその地域全体流通を外してしまうので、もう流通していないということも分かっています。で果物についても同じです。でリスクの見方ですが、さっき言ったその何ベクレルのものを食べたら何シベルとかという見積もりがあって、もう細かく数値書いてありますが、これ妻に言われて娘が外で遊んでたのは心配だというのを計算してみたんですね。その表なんですが、1日 1g 例えば土を食べ続けたとして、大体100分の1ぐらいのリスクの増加と見積もられます。ということで、少なくともその外で遊ぶのを禁止したり、マスクしたりということは私はしません。で実際どういうふうに放射能物質が降り降ったかというのは、航空機モニタリングというヘリコプター飛行機から測った地図が新聞に載ってましたが、それ以外に、土壌を実際にその場所に行って土で、さっき言ったゲルマニウム検出器というのを使って測ったプロジェクトがありました。でこういう話はあんまり新聞でしてくれないんですが、これ我々 その原子核部というのを実験の部分を含んで、いろんな人たちが協力して、土質の人とか保健の人とかを使ってこういうマップを作りました。でこれを見ると、この黄色や緑、赤の方が高くなっているんですが、南の方も上がっています。で、このマップはですね、確か原発のここが原発なんですが、近いところが一瞬高いので、ここが飯舘村ですが、でこれ近いからではなくて、実は、地質学者の人とか、あと海洋とか専門、気象とかのやってる人たちがいますが、その人たちの、その当時の風向きと雨とかを調べたところによると、最初これ海の方に向かってたので、爆発した後の放射性プルームとかで含んだ雲というのは海に流れてたそうです。で、風向きがこっち側に変わって、関東の上を通って、福島の上に戻って、こっちの栃木を通って、福島の上を通って仙台の上を抜けて行ったそうです。その放射線物質を含んだ雲は。で、それだけあれば実は何も起こらなかったんですが、多少はあったかもしれませんが、一番運が悪かったのは、その後雨が降った。雨というで最初、マスドとか栃木の一部のところで関東でちょこちょこっと雨が降ったそうです。でそれが例えばマスドで放射線のフォトスポットがあるとかいう報道がありましたが、その原因だそうです。でその後何もなくて、この辺にもところどころ高いところがあるみたいなんですが、戻ってきて、福島県こう行って戻ってきた時に雨と雪が大量に降ったということによって、地上に降ってきてしまった。なので近いからではなくて、この時雨が降ったか降らないか、雪が降ったか降らないかというのが実は大きな原因だそうです。ということは、雨雲がもっと早く来ていれば、今頃関東がすごい大変なことになってたはずですし、遅かったら仙台がそうだったかもしれません。
というので、これは距離じゃないんですね、実際は。ということが、いろいろ調べることによって初めて分かった。やっぱ水中子、こういうのは調べない限りは分からない。半径何キロ以内だけという、一応基準は決めなきゃいけないのがありますけど、結果的にはその後どうするかというのはちゃんとやらないというので、あとは、食器箱のスクリーニング調査とかいうのもされてまして、これ、最初の頃は芝居てないんじゃないかという批判もあるんですが、やっぱり、その物理学者に、我々が中心分野の人とか、あといろんな、あと東電の人たちも実は入ったりして、いろいろスクリーニング調査をやってます。直接、その、甲状腺の部分にどれぐらい放射線量があるかというのを調べて、すごく高くないということが分かって、1000人ぐらい、ここは旧この、シンポジウムから取ってきた900人くらい、実際1000人以上調べてそうですが、甲状腺のところに大量の要素があるという証拠は少なくともこの範囲では使ってません。でこれもやっぱ最初のもので重要で、これがなかったら、非常に何が起きたかわからないと思います。でこういう、ものはデータに基づかなきゃいけなくて、やっぱ安全かどうか安心できるかどうかとどう答えるかという話は、まあ、100% 安全危険というのはやっぱどこにもないんですね。で安心になると、これはもう個人の価値観です。先ほどの気にする気にしないと一緒なので。ただ、データがあれば比較できますし、すごく怖がっていて、なんとなく怖いというものから確信を持って、まあ、なんとなく大丈夫か、あるいは受け取りだともっと怖いと思うかもしれませんが、でもやっぱ数値がない限りは、いろいろ言えません。で、調べられています。で、ここはもう一度、ここはちょっと飛ばしますが、大幅に押して申し訳ありませんが、ちょっと最後に科学的な話を1個。自然科学に限定して考えて、まで何度も言ってますが、やっぱ数値でちゃんと定量的に言わなきゃいけない。データ、事実に基づく、エビデンスという言い方をしたりしますが、そういうものに基づかなきゃいけない。で、そういうものっていうのは、自然科学の場合は再現性が必要です。何かが起きたらちゃんと誰がやっても同じことが起きるか。ちょっと条件変えても、元の他の条件で、その原因となる条件が一緒であれば、同じことが起きなきゃいけません。つまり何言ってるかというと、今ここから物を落として、落ちる速さを測ったとします。で、微妙に場所によって実は重力というのが違いますが、基本的に落ちるという現象自身は、日本であろうとアメリカであろうと、例えば月であろうと、落ちるの落ちます。で、これは重力が働いているからだという、ものなんです。そういうことを仮定を持って、実験を含めてずっと何度もやって、因果関係がちゃんと立証される。で説明できる。でよくわからないものはたくさん調べなきゃいけません。でそういう時は統計学的に良いかどうか、数がちゃんとある時に揺らぎが大きか少ないか、そういうことを考える必要がある。でそれで実験観測と理論両方必要になります。で最後に、2つの話ですが、因果関係というのは、簡単なようで難しいんです、非常に。これ横軸、年ごとの、がんの死亡数の数です。割合ではなくて数が増えていってます、年とともに、男性も女性も。一方、血栓率というのは男性はすごく下がっていて、女性はまあ横ばい、年代によっては増えたり減ったりしてるそうです。で、これを単純に結びつけてしまうと、血栓率が減少するとがんが増えてるという相関が取れてしまいます。でも、これ本当に因果関係があるんですかと。で、これだけでは実は証明できないんですね。いろんな他の条件も変えてやらなきゃいけない。で、それをいろいろ見たところによっては、実は、今こういう形的な組み合わせで、実際には平均余命が伸びたか、つまりいろんな病気がどんどん克服されていって、結局がんが最後に残っている主な死亡要因になっているということで、がんの死亡率が死亡が増えているのは結局他の病気が減ったせいで、ここの水、これがんの死亡で、このいろいろ数値があるんですが、これ全部がんです。食道がんだとか胃がんだとかいろんながんの種類だけで、がん以外のこと書いてないんです。他の死亡率、そういうものを見なきゃいけない。で、科学のようなものというのは世の中に溢れてまして、大昔です。先生術、錬金術なんかは科学だと思ってないと思うんですが、普段の話でやるにはいいんですが、血液型診断とかこれいろいろ調べたと言ってますが、これ非常に怪しい話で誰でも当てはまるようなことを書いてあります。で、真面目に血液型の型があるかもしれませんが、 ABO だけではなくて、実際にはあれ、A というのは AA という組み合わせで AO とあります。B も BB と BO があります。で、O は OO、AB は AB ということです。
は両親からの、遺伝子の組み合わせですので、その ABO の3種類の2つのうち、どれ、3つのうち、どういう2つの組み合わせかなので、そこまでいってるわけではないし、さらに血清型で言うなら別に、この ABO 以外のいろんなものがあります、実は。で、そういうものを含めてるわけじゃなくて、なんかそれっぽいことを言ってるだけ。で、ただいい話になると、なんとなく、健康的なものとか、いい話となると死にたくなるというのもあって、この辺全部怪しいものです。というか、科学的なようなことを言ってますが、まあ、実証はありません。いろいろ調べると、それが本当に意味があるのか、ちゃんと統計学的に、証明できるのかというのを、調べてる人たちもいます。で、で最後ちょっと、まあ、甲状腺の話をしましたが、それ調べてるから、非常に初期の被曝は、要素たくさんにの被曝は少なかったであろうということが予想されてますが、新聞でちょっと古い1年前のものですが、甲状腺がんが見つかったとか、チコリが見つかったとかいうのがたくさんあります。最近でもまた出てきてますが、でこういうのがあるんですが、これ、数だけなんですね。何。で、これ、問題がありまして、印象的になんかあったということしか言わないです。でまあ、新聞だから、まあ、公平に見えるようなことを言いますが、比較対象がありません。福島だけのこと言ってもダメです。やっぱ比較しないとダメで、放射線の影響、要素131があったかもしれないというのと、絶対にないというところを比較してやらなきゃいけないし、あとこれ、募集団の方、何万人中何人いましたかという指摘が全くないんです。100人中12人なのか、1億人中12人なのか、全くありません。でそうやっぱ割合でないというところが、でそもそも甲状腺がんの発生率というのは、これは誰も調べてないんです。甲状腺がんというのはなんか、調べると非常に静かながんだそうで、他の病気で亡くなったと解剖して初めて見つかるという例がたくさんあるそうです。であと、無理やり調べるとたくさんあるそうで、例えば韓国は甲状腺がんの発生率が非常に高いそうなんですが、それは特に女性が高くて、何かというと、乳がんの検査の、超音波検査のマンモグラフィーってありますが、あれを調べると一緒だからといって、甲状腺を調べたら大量に見つかったそうです。というので、韓国の女性は甲状腺がんの発生率というか、発見率が非常に高くて、それはそれで問題で、がんと言われてやっぱ怖いので、みんな手術しちゃうんですね。で、いらない、しなくていい手術をするせいで、かえって、クオリティオブライフと言いますか、生活が大変になる。甲状腺取っちゃうと、いろんな問題が起きますので、一生薬飲まなきゃいけませんし、いろいろ不便なことが起きる。というようなことがあるそうです。というので、そもそもやっぱ調べてないです。で、じゃあでもそれだとあれなので、一応調べたそうです。で、その他の場所で、福島県外の3つ、長崎市、甲府市、弘前市で4365人に対して、がんの手前と思われる1人とかというのが、割合が、4000人中44人で、甲状腺の福島の場合は、1万人弱中500人ぐらいで、割合でいうとここで20倍になって、ここが10倍ぐらいですので、他の県の方が割合としては多いように見えます、このままで。でも逆に言うと、これは、意味のなくしなくていいことを一生懸命調べたから、見つかった可能性も避けられる。というふうに言われているそうです、やっぱお医者さんの間では。というわけで、これはこれでまあ別の問題が出てきて、このいらない検査をして、やっぱがんと言われることによる、その心理的なリスクの方が高くというのがあるので、なかなか難しい。ですいません、長くなりますが、まとめですが、この話、今日は、用語と概念を説明しました。で、実際に測定されている数字、なんかお見せしまして、どういうところに何があったかというのをお見せしまして、最後に科学的な話をしました。で、途中で質問をするので、あえて資料を配らなかったんですが、最後で申し訳ありませんが、お配りしますので回していただきます。でちょっと、カラーと、白黒があります。カラーのちょっとプリンターの調子が悪いので、追いつかなかったので、一部カラーで、一部白黒なんですが、どうしてもカラーが欲しいという方は、優先的にカラーをもらってください。で、ここまでまとめて、最後に参考書を、私が一応いろいろ見て、その煽ったり、変なこと言ってない、あるいは科学的な立場で考えていると思われるような
ものですね。そういう参考書を、挙げて終わりにしたいと思います。ちょっと長くなっていませんが、ありがとうございました。説明しておくと、この最初の、2つは、物理学者の方がやっぱ書いた本です。このやっぱそういう素粒子原子核の立場とか細かいことものと、いろいろ調べたもので、こちらは対談形式で、あとこちらは保健物理学会というその放射線物理のプロの方が答えたものをまとめた本です。であとは、これもそういう理科社会と言われますが、そういう社会学の方が入ったで、この初めての福島学の貝沼さんという方は、この人は、社会学の、プロの方なんですが、そういうやっぱ数値に基づいて、説明をされています。で、あと知ろうとすることというこの文庫、伊藤重里、早野龍吾さんというこの人物理学者なんですが、これも対談です。上から、福島の話、ちょっと、本格的な真ん中がこの、そういう放射線の影響のプロの方の解説だと、社会学で、最後はもう一つくだけになります。で、私調べたところによると、少なくともこのうちのいくつかは、先端社の図書館にありますので、それぞれ2000円弱の本で、まあ自分で買いましたが、文庫本は500円ぐらいで、少なくともこの初めての福島学は図書館にありました。でこちらもあったなので、まあ、本屋さんに行けばありますし、図書館でも借りれます。それが何の影響もありませんね。だから思うのはね、データの出し方と取り方をどのように自分で判断するかというのと、先ほど言った生活習慣病、それとマスコミの言っていることが偏ったなとは言わないまでも、非常に判断を揺らぐ、揺らぐ揺らぐって言われていますよね。それがあるもんだからね、生活習慣病や医療被曝のことがはずかに多い。外でその物理学者なり医療従事者がね、マスコミのパッシングをね恐れているのか知らないけど、なぜ声を大にしてそういうことを今日話されたことかを言わないのか、なぜなのか、それこそ比較するデータが乏しいから不安に陥れ、風評被害で子どもたちがね、避難先でああいう風評被害が出るということですからね。どうなんですかね、政府もマスコミが恐ろしいのと、データというデータをどのように取るかというのがあると思う。私自身の思っているところでは、こちらから何かを言おうとしても、まあ、例えば、マスコミも、公平と言いながら彼ら商売やってますから、結局いい話は売り込んでも取ってくれないみたいなんですね。なのでやっぱ危険だというのは売れるから、特に週刊誌データみたいに新聞やテレビがなっているのが問題だと私は思いますが、そういうところがあると思って、そういう意味では発表し方は確かにいろいろ難しい問題があって、いろいろ調べると文科省にしろ、今の規定